ヒーローインタビュー行きたいと思います。はい、はい、では、レキさんヒーローインタビュー行きたいと思います。じゃあ、僕これ、喋りますので、これ失しながら喋ってね。はい、OK です。はい、では、レキさんおめでとうございます。はい、今のお気持ちを聞かせください。初優勝なんで、もう二度とないと思いますけど、非常に嬉しいです。ありがとうございます。はい。はい、じゃあ今日の、釣りの、パターン、メインのパターンを教えてください。基本的に、ディープクラピーのカラーローテだけですね。上層と1メーターぐらいまでのところをじっくり引いて、引き込むあたりをかけに行ってる。で、カラー的には、コッパー、派手なゴールドみたいなやつで、それと、ゴマ茶、あとは、わらび餅っていうやつなんですけど、緑色にお腹が白いようなやつがあるんですけど、この辺がまあよく出ます。そういうことですね。はい、はい、今日はじゃあクランクの引き直しということで。クランクしか使ってませんということです。今日のパターンは、クランクだったようです。デキさん、本当おめでとうございます。はい、優勝者にはですね、お名前入りの、優勝者にはフリップ製の盾と、年末に行われます、行われます、マスターズ大会の、ちょっと皆さん、これね、一つあれですけど、デキさん、今日の、入場順のくじは何番ですか？最後です。はい。空いてたとこ入りました。ということです。ね、必ずしもね、場所とか、では決まらないということですね。こうやって状況をね、見ながら読んで、するのも、まあ、この釣りの面白さだと思います。東山と伏見屋さんね、